ひでえな、めちゃめちゃに壊れてる。このロープなんだ。ああ、船をつなぎ止める友綱か。なるほど。とりあえず、何か役に立つそうなもんでも探すか。アガサ博士にもらったやつだ。一見ただのゴムの塊だけど、ボタン一つでこうしてサッカーボールに早変わり。空気を抜けばまた元のゴムに戻る。いわば携帯用サッカーボール。さすがアガサ博士だぜ。って無人島で何かの役に立つのかな。これは透明の大判ビニールシートか。何かの役には立つかもな。他には何もなさそうだな。火と水を手に入れるのが先決。のろしをあげるにはうってつけの場所だな。さて、手持ちの道具で火を起こせるかどうかチャレンジといきますか。
ダメか。道具が足りねえのか。それとも方法が間違ってたかな。これは？こういうナイフはサバイバルの必需品なんだ。ラッキー。他には何もなさそうだな。これだけ植物があるってことは、地下にはかなりの。のろしはOKだな。あとは救助隊がこれを見つけてくれることを祈るか。のろしはOKだな。あとは救助。この辺、土が湿ってていい感じだな。よし、飲料水製造装置はここで作ろう。問題は、手持ちの道具でどこまでやれるかだが。ま、やってみるしかねえか。
これでよし。水が溜まるまでしばらくかかるけど、なんとかなりそうだ。本当にこんなんで大丈夫なのかよ。まあ、今はコナン君を信じましょう。ねえ、これ、何かな？地面掘ってたら、こんなの見つけたんだけど。なんでしょう？ただのゴミだろ？これだけじゃ何もわかんねえ。もっと集まれば何かの意味がありそうだけど。とりあえず火と水は確保したな。腹減ったよ。私疲れた。少しどこかで休みたいですね。しょうがねえな。どこかねぐらにできそうな場所探すか。ヤシの木が生えてるってことは、ここはかなり南の島なんだな。ヤシの木が…ヤシの…ヤシ…これだけ植物がある。